はい、今回東京オートサロン2022に出展をすることになったんですけど、今回この GR86 と、GR ヤリス、そして S660 の方を展示しております。今回ですね、アーデというブランドで出展をしているんですけども、大きな特徴としては3つとも同じキープのコンセプトがありまして、まず純正のスタイルを意識した形ですね。まあ、なので基本的にはエアロパーツやホイール、そういったものを交換しなくてもスタイリングを大きく変えられると、まあ、そういったコンセプトのもとに最新の技術を使ったラッピングを取り入れることで、この3台をアウトラッピングしています。その大きな特徴としては、まず一つこのフロントバンパーありますね。フロントバンパー の真ん中の方が黒くなっていると思うんですけど、まあ、こちらあのヤリスにしてもあの S660 にしても同じキープコンセプトになっていて、この真ん中をブラックアウトすることで、この車の重心を低く見せて、なおかつ幅を広くワイドに見せるというデザインになっています。まあ、アクセントとして車によってはですね、この86なんかは一部青いところ、ここですね、まあ、ここを青く残しているんですけど、これは純正がもともと青いので視覚的に見せているという部分があります。で、同じようにですね、リアバンパーの方も、ちょっとリアの方に行ってもらえればと思うんですけど、本来あるこのバンパーの部分より上の部分ですね、こちらの方を黒くマスクすることによって、同じように重心を低く見せて、なおかつ幅を広く見せている、こういったデザインになっています。これは同じようにヤリスにしても S660 にしても同じような形に見えると思います。で、もう一つ大きな特徴なのが、今度はルーフの方を見ていただきたいと思うんですけど、ルーフの方がですね、ブラックアウトされています。純正は青色ですね。このピラーの部分から、ルーフで後ろに流れるまで一部黒くなっています。で、本来はこのピラーの部分からいくと、ここにこのセグメントがこうあるので、ここで切り分けてルーフを黒くするっていうのが普通なんですけど、まあ、それだとですね、横から見た時にこのルーフの部分がどうしても色が残ってしまって厚く見えてしまうので、ここをより低く見せるために新しくそのルーフの見えるラインを入れています。で、これが結構大きなポイントで、ここにラインを入れて青を残すことによって、まあ、横から見た時にルーフのラインがすごく低く見えるという効果があるので、まあ、こちらを狙ってここにあえてラインを入れているという形になります。で、これをアーデラインと呼ぶ形にしてルーフのラインを見せている。で、合わせてですね、同じようなピークの流れ でこちらをこうさらに延長することによって、ここがこう伸びやかになる形になるんで、まあ、よりクーペのスタイルを意識見えると、まあ、特にこっち側から見るとかな、そうするとかなりあのラインがこうシャープに伸びているのが分かるかなという。人間は不思議なもんで、周りが黒い、でなおかつここだけが青いと目の錯覚を利用してるんですけど、まあ、非常にここは伸びやかに見えると思います。で、このラインをですね、どこにつなげるかっていうと、まあ、リアマの後ろまで回すということによって、この黒い部分がここだけ幅が広くなります。そうすると、まあ、より車が後ろから見た時にワイドに見えるという効果を出しています。まあ、総合すると全体的にルーフが低く見えて車の幅が広く見えると、まあ、そういった効果を狙って、まあ、ロー&ワイドという実現しているコンセプトになります。あと、この車の場合はサイドステップですね。この車はあのオリドさんのサイドステップがついているので純正ではないんですけども、本来であればここの張り出しですね、これが非常に大きなボリュームを持っていて目立つというか、デザイン的にちょっとボテッとしたイメージを持っているので、ここにちょっと分かりにくい影があるんですね。で、この影を入れることによって、ここの出っ張りとこのこっち側の出っ張りを同じように見せる効果を生んでですね、あの視覚的にこっちが出ていないように見えるというちょっとフェイク的な要素を入れて消しているという形になります。まあ、なので全体の流れのコンセプトとしては、純正で違和感のある部分を黒い色を入れることで、ちょっとごまかすという言い方はおかしいんですけど、フェイクという形でより綺麗なラインに見えるように、より綺麗なスタイルに見えるようにという形になります。